Welcome everyone to the next episode of Yakuza 6. Here we go again. As always, thank you all for watching. I appreciate ya. で乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東上界の言い分は聞かなくてもわかっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア外はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア外以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん、それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか？ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか。 At this point, you think I should come and shoot him in the head? よっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。Idiots. これが最妖怪ボスからの答えです。Oh, my God.
して動く人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる？いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。I guess it's slow because I just started. Damn, grab the fucking pipe, man! That's why I never really like starting off games. That's why I never like when you switch characters, because so slow. ことがあるんだがな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ。四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。Out of the heart item. まあまあだな。I guess I'll go back to the hideout. But I'm gonna do a whole lot of fighting, but you don't need to see that. Except for if anything fun happens. Well, let's go. Nanda, この先は立ち入り禁止だ。消えろ。
何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。奥に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来吗？我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか。なんとなくわかるぜ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。別所下留情、畑を杀了。That man, why don't you grab a fucking weapon, you fucking... Why does he target the guy on the ground? God damn, bro. Fuck, man. What the fuck is with this game, bro?Come on, B, grab a fucking weapon, slice these fools, and that was all for the fucking knife, eh? This game kind of fucking sucks, not gonna lie. Tascata! Oi, nawa hodoite kure yo, hayaku!あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしちまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気立ってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの肩にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った。ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか。知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか。いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか。ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。
まあ下っ端だけど何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。はあ、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。桐生一馬。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。Man, I don't like how long it takes for me to get the XP up. Also, I need some alcohol. Oh, what's that? But I guess I cannot even buy alcohol in the convenience store anymore. Do I need to eat, actually? I do. But do I have any money? I have enough. I don't like this... how long it takes to whip out the phone. I don't like that. That should just be instant. I can't even... Oh, why did they block off this way, bro? Oh, I just took an... turn too early, I suppose. Enough to actually do that. No, what do I need? Oh, 50 of those. I hate the star stuff, bro. It don't make no sense. Oh, there's a big ass crane over here. どういうことか説明してもらうからね。いや、違うんだよ。本当だよ。My first stop story, the temptation of life chat. My first stop story, bro. あんた、他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。え？いや、それはその。しかも、毎日会ってるんだってね。その女のこと、そんなに好きだわけ？その話してるとテンションが上がるというか。へえ、本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、ゆうかちゃん。すいません。あれ、ゆうかちゃんは？いない。あ、そんな。おいおい、泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、
そうなんです、ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう違いますよね、ライブチャットは浮気じゃないでしょ、そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。え、ご存知ないんですか、あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あのチャットは分かりますよね。チャット。チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか。おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの、ちょっとは興味が湧いてきましたか。まあ多少はな。そうですか。なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が。はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって、見たくないんですか、あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで、それじゃまた後で。ああ気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。はあ、Yes, I am, but... Fighting is so useless in this game. Another sub story?もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。さ、探せばきっとあるもん、ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママははるかちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子はるかのファンだったのか。なあお前。え、何？お前
前はハルカのファンなのか。うん、そうだよ。あ、もしかしておじちゃんもハルカちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もハルカちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにハルカちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか。やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聴いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私んちいつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかなんて言ってた？私も友達作るのは上手くないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ、一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。 I don't think she's old enough。 おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？ She was 3 years ago。 優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんって。お母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え、おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？私、あやかっていうの。おじさんは？俺はキリュウだ。キリュウって名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった。待ってるね、カズマおじさん。さて、はるかのグッズはどこで買えるんだ？まずはドン・キホーテにでも行ってみるか。
大抵のものは売ってるからな。Well, that is gonna be it for this episode. I'll see you on the next one. Bye. Bye.